顔が難しくなって。なんだろうな。相手にどう思われようってやつなんかしてるってことはすごい少ないかも。うん。バニビないよね。ないね、バニビはね。逆に普通にやって、もっと知りたいなって思ってもらおうって思ってもらったらいいなっていうか。うん。なんか、普通にやって、あ、こんなアイドルもいるんだ。じゃあもっと調べてみようみたいな。そうね。うん。確かに。あんまり考えたことなかったですね。うん。そうだね、うん、あんまりないかな。なんか裏表がない。なんかそのなんかある作れないというか、ある意味この格好になるとやっぱオンオフっていうかスイッチが入るじゃん、うん、だからこの格好で、うん、なんだろうな、なんで そんなこと言っちゃってんのみたいなこともないし、逆に言うとそもそもバニラビーンズの設定自体が、うん、なんかもうすげえいいわみたいな、うん、あんま NG がないから、うん、っていうのもあるかもしれないね。そうですね、うん、まあ、初めはお人形みたいな設定があったし、うん、やってたけど、うん、でもやってるっていう感覚はなかった自分の中で。お人形になりなさいって言われて、うんうん、撮影の時ぐらいじゃん。だからその、うん、アーシャ撮影見た目ので前はさ、今回のは違うけど、うん、前は結構あんま笑わないでとかさ、うん、ぐらい。だって本当に一番最初の取材が決まった時に、うん、社長たちとどういうキャラですかねって言って、うん、多分どういうキャラもあいつらできないからしょうがないから素でいいじゃんみたいな、うん、そういう、うん、で徐々に個性が生き出していただけたというか、うん、出てきたというか勝手に。そう、ね、だから逆に言うとなんかアイドルだからこうしなさいみたいなのが分かんない事務所だから、うん、私は私を人に。おきてさんはそれが、そうそう、おきてさんなんかそれがいいんじゃないかって言ってくれてるけど、だからあんまりどう振る舞いとかもないもんね、言わないもんね。そうですね。素です。素で勝負。このまんま素です。ロックだね。はい、はい、じゃあ次、あ、ちなみに、はいはい、あのウソットさんはあの第一印象だとあのジェントルマン、ジェントルマン、うん、ランディでいいと思う。あれさ、お母さんも言ってた、あのジェントルマンの方だよね。滋賀県のあのラジオの時に来てくれてた人がいて、あのなんか全員名前を説明するんですよ、違う、誰誰で誰誰でって言ったら、ウソットさんって、うん、って言うと、あのジェントルマンの方でしょみたいな。うん、わかるわかるわかる。え、第一印象いいよね。そう、だからそれめっちゃ人良さそうな。そうよ。うん、かっこよそうなのが顔に出てる。そうそうそう。と思った。お嬢なんでしょうね。気になる。公開質問な。うんうんうん。はい、まあ、その辺して、ね、そうなんですよ。ありがとうございました。はい。じゃあ次、はい、ラジオネーム、はい。またラジオなんですか、これは。田中ピコピコさんです。ありがとうございます。第一印象。ツイッターで僕の第一印象はどうですかとみんなにつぶやいたところ、2人の人から返事が来ました、うん、1人目は誠実、真面目、優しそう、あー、わかる、結婚相手にした感じだね。2人目、メガネ、思ったより優しそうという結果でした。まあ僕の印象は悪くないと思います。いいよいいよ、うん、なるほどね。そうだね、そうだね、メガネ優しそうはわかる、メガネピコピコ田中さんみたいな感じ。はい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 、うん、なるほどね、うん、何でもいいよって言ってくれそう。おめでとうございます。でたまに、うん、ダメーとか言いそう。ダメで女の子燃えるみたいな。燃える今ダメって言ったみたいな。あ、そうよ、ないダメいつも全部許してくれそう、田中さんって。え、全部許してくれ、いいよいいよっていきなりダメーって言うの。ダメこれ食べていいとか言うとダメって言って女の子燃えるみたいな。わかる、こういうの。私そっちより全然ですよ、全然。そっちより本当に悪いことした時に本当に怒ってくれる人のキュンと。あ、でも怒ってくれそうじゃない、ちゃう。そうそう、怒ってくれそう。まあとは言わないけど、うん、なんか本当にさ、ダメなんじゃない。そう、そういうのは、そういうのはダメだよって。ダメっていうか、良くないんじゃないかな。君のためのことを思ってさ、君みたいな誠実に答えてくれそう。妄想が入ってますよ、いろいろと。妄想最高。でもそういう感じするよね。誠実そう。はい。いいねいいね。いやー、しかし送ってくる人の顔が全部浮かぶから、こっちも送ってくる人の第一印象全部言えるから、ね、ダメですね。はい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 、次、ペンネーム北欧の風にスパークさんからです。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。今週のお題第一印象ですが、はいはい、お二人の第一印象は PV を見た時に感じた21世紀のウィンクです。おー、なんか表情に歌う感じが昔流行ったウィンクを思い出させました。それでは浜松
庁の巨大ビジョンにバリミが映る日を夢見てアデュ ー, おーありがとうございます。何の PV だろうね。ニコラ、ニコラかな、ニコラかな、サーカスではないか。サーカスは結構笑ってるもんね、うん、ニコラ、ニコラの次って PV ありましたっけ、サーカスの間って。ないない、ないか、アニメは、アニメ、そうか、そうか、なるほどね。それかユーラブとかね。あユーラブね、ユーラブはもう余計になんか無表情だ、ね、うん、ちなみに今回のねウインクはちょっとね今回の新曲は、うん、若干意識して、ね、楽しみに、はい、はい、楽しみに。その忘れないうちにその告知して、はい、はい、明日4月14日の5時ですか。朝5時、朝5時、朝夕方、分からない、朝じゃん、朝じゃん、5時から、うん、着歌、朝かな、着歌ですね、そう、夕方が、夕方と着歌が先行配信されますよ。イエーイ、多分ですか、 D&D の、いや多分ラララララフルじゃないんじゃない、フルじゃないけど、そう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 、あ今結構分かれて撮れるじゃん、そうそう撮れるから全部つなげる、 A メロとサビみたいなってこと、そう全部つなげて一曲聴けんじゃん、分かる、それでね配信特典とかも、そうバレちゃダメ、バレちゃダメだけど、でも特典はあります、うん、特典あります、うん、内容は言えないけど、はい、全部撮りたくなっちゃう特典、そう明日ちょっと見てほしい、ぜひこれはチェックチェックお願いします。はい、はい、じゃあ次ペンネーム庄司さんから、ありがとうございます。第一印象、今日買い物してる時に、うん、これは絶対に自分のものだという第一印象のペンケースを見つけて衝動買いをしてしまいました。いいです。なんでそう感じたかわからないのですが、うん、衝動買いしたもの、第一印象と思い出すだけで幸せになれるんですね。うん、衝動買い女王リサ様の前で衝動買いについて語るなんてお恥ずかしい限りです。それではアデュー。うん、アデュー。ありがとうございます。一目惚れってやつです。なるほどね。なんか一目惚れして買ったものとかある？でも私庶民なんで、なんか買い物しないっていうキャラの方がいいかなと思って。いやいや、まあ、でもなんかある、なんか出すんだ、物があるの。でも俺のは結構なんかいいと思ったら買う、買ってそう。まあ、この財布かわいいね。まあ、もう2年ぐらい使ってるんですけど。そうだっけ、見たことない。あ、そっか、一緒に、あ、まあ、財布、一緒にで財布出すことないので、すごいレトロな感じで、うん、あ、かわいい、かわいい、中とかもどこなの、ポールスミス、へー、かわいいわそれ、すごいお手頃な値段で、なんかレトロな、この金具、金属が全然安っぽく見えないの、かわいい、すごい安い、すっごいお手頃、いや安くないでしょ、安い、安い、そう言わんくていい、めっちゃ安い、これ安い、かわいいわそれ、かわいい、なんか長く使いたいなって思った値段よりも、なんか、うん、ここの金具の色、金じゃなくてちょっとくすんだゴールだね、ゴールっていうか、うん、分かるよ、それが可愛くて、可愛い、使ってます、なるほど、多い、私の衝動買いは多い、一目惚れしかないかも逆に、うん、で悩んで悩んでた、うん、私めったに衝動、その一目惚れしないから、これ一目惚れしたら買うけど、年に1回か2回ぐらいしかない、見に行く暇がないっていうのもあるけど、たまたま行ったらすごいものがあったりする、私バッグとかも、うん、でもすぐ買う、一回家に持って帰る、でしょ、私も、私もそう、一応その時は買わないで、翌日残高と相談するんだよ、分かる分かる、うーんみたいな、分かるよ、うーんみたいな、今月もでもそういうのって大体買うよね。いやでも生活による、生活による生活による、でも後ででも買わない、今月はバイトそんなに入れなかったから、ね、バイトそんなに入れなかったから、ね、半分ぐらいが少ないしな、うーんみたいな、あるね、あの丸子と丸いが来た時に買おうかなとか、はい、なるほどね、チップアウトの時に、なるほどね、それまで意外と残ってるんだな私のカバンとか、あ、そう、うん、そんなに嬉しい、うん、なくるだけでもショックだけどね、そう、すごいなんかメジャーなものじゃないから、あ、なるほどね、うん、